どんちわけです。今日サーば一発目のテーマは、えー、彼女が副席である必要はあります。全身ユニクロ家庭的京都弁本若女子の方がよくないですかうーん、なんかめんどくせえな。全身ユニクロ家庭的京都弁本若女子なんかめんどくさいタイプだな。モてないだろう。おい。モてないだろう。もうわかるわ。 京都弁本若女子って。京都の女は性格がちょっときついんだよ。俺は二十歳ぐらいの時やられたんだよ。京都のモデルかじりみたいな女の子と東京で出会って、一夏の恋ぐらいの感じであったんだけど、うん、ちょっと性格がきつすぎて、もうちょっとダメになったっていうのがあったんだけどさ、本若女子なんていいのか京都弁にまあいるか。それちょっと偏見だな。いや、あのね、あのー、どっちでもいいんだよ。どっちでもいい。あの、可愛ければいい。自分にとって。自分にとって可愛くて、癒しなのであればもうそれでいいのよ。 うん。あの、だから服好きであるかどうかなんていうのはもうおまけ。オプション。うん。ラッキーじゃん。服好き、服好きだったらラッキーだし、服そうじゃなくてもその他の部分が魅力的だったらもうそれでいいしっていう。そこにこだわる必要はないと思う。うん。あの、服好きである必要があるないとかっていうか、そこにこだわらなくていいと思う。相手が服好きかどうかでなんかライン決めるみたいな。そこは別にいらないんじゃないかなっていうのは。 思う。で、逆に服好きじゃない、ね、まあ、服好きじゃない子、嫌いですって子はいないからさ、女の子ってやっぱ、自分の中でこだわりがあったり、ね、メイクだったりとか、やっぱ美容とかそういうの絶対好きだから、ある程度。だからそういうことだったら、まあ、例えば自分がこう、ね、好きな世界に、ちょっと引っ張るじゃないけど、買ってあげたりとかさ、まあ、なんかそういうのしてみて、ちょっとずつこう、引っ張っていく。あんま興味ないとか言ってるけど、なんか、 えー、俺とお揃いぐらいでこう、同じマルジェラのなんか持ってるとか、なんかそのとかでもいいじゃん。それ楽しみもできるし、逆にね。うん、で、普段好きだったら、まあやっぱそういう感覚が一緒だから、 例えば物を共有したりする楽しみもあるし、まあ時間も共有できるよね。一緒に週末出かけようってなって、えー、例えばじゃあこういうファッションのイベントやってる行ってみたいとか、じゃあ紀子の、えっ、ー、と、店舗日本にできるから一緒に行こうよとか、じゃあジェントルモンスター朝から並ばおうよみたいな、まあそういうこととかもできたりするわけじゃん。同じ感覚だと。これがちょっと別だとさ、朝から何十分とか1時間並んで、なんかサングラス見る、なんでってなっちゃうじゃん。 そうだから、ま、そういうやっぱ、共有できる時間は増えるので、ま、それはそれでいいですけど、ま、あ本当どっちも言と、こだわる必要はないと思うね。うん、俺は昔は、うん、そうね、社会人入って、うーん、ま、アンダー25、アンダー24、うん、とかぐらいまでは、結構思ってたね。やっぱ自分がこれだけファッション好きだから、あっちもある程度理解があって、なおかつ好きな人じゃないと、多分、合わねえんだろうなって思ってたんだけど、実際ね、うん、なんか、そこ、 で、最初は結構入り口として趣味が合うっていうのはすごくいいことかもしれない。あの、なんかこう、スタートが、あの、うまくいくというか、あるかもしれないけど、時間が経ってくると、別になんかそこだけじゃなくなってくるから、やっぱりね。だから、まあ、こだわる必要はないかなと思う。まあ、どっちでもいいと思う。うん。はい、次。次がちょっとライト消えちゃったけど、えっ、ー、と、ファッション用語とか、アイテム名とか、素材とかってどうやって学んでるんですかうーん、学んでる。うーん まあこれはもうなんか、えっ、ー、と、経験から来るものだと思ってるので、死ぬほど買う気流しかないんじゃないかな。俺はもう間違いなくそうだった。俺はそんななんか学ぼうとかって言ってなんかファッションのこう勉強する本とか読んだこともないし、まあもちろんあの学生時代とか雑誌とか読んでたけど、まあそこで得た知識とかもあるけど、やっぱ自分の中で好きな服とかブランドとか見つけて、なんかそこから色々学んでいくんですよね。そのブランドのアイテムで、 例えばなんか、こう、なんとかなんとかテイラードジャケットとかっていうのがあって、じゃあその、あ,あ、肩の作りって、こういうのだとラグランって言うんだとか、なんかこの素材って、実際これってどういう素材みたいな。でも自分のスキラブルの中見に行って、あ,あ、こういう素材ってこういう生地感なのね、みたいな。なんかそういうの、どんどんなんかこう、好きで学んでいくことが多いから、 うん、なんかもうとにかく買う、着る、まあ見に行くとか、もうこういうのが全てかなと。もちろん販売の方からね、教わったこととかもいっぱいあるし、まああとはこうやってファッションのさ、SNS とかそういうのいろいろ見て学んだこともあったりするし、まあでもとにかく興味持って買う、着るを繰り返すしか僕はないと思う。なんかその頭でっかちにね、なんかファッションの用語集みたいなの見て勉強したりするのもまあ悪くはないけど、うん、それまたなんかちょっと知識としてはまた別なものだと思うから、 とにかく買って、いろんなものに興味持ってきてとかをやるのが一番じゃないですかね。はい。次。次が年に一度着るか着ないかの20万円えのスーツと普通に服買うのどちらを優先させますかいや、もう普通に服買うかな。あの、一度着るか着ないかのスーツって多分着ないんだよ。正直。あの、着るときってなんかイベントが起きて、こう、買おうとするじゃん。なんかこう、結婚式の二次会とかに行くのに、 えー、今いいスーツ持ってないから、いいスーツ買おうかなとか、会社のパーティーがあるから、一個いいの。まあ大人だしもう欲しいな、みたいな。感覚でスーツが候補に出てくることあるけど、そうじゃもしなくて、なんとなく今スーツ買おうかなぐらいの感じだったら、正直多分着る機会はほとんどないと思うので、僕は買わなくていいんじゃないかなって思ってる。僕は割とそっち派で、だったら、うん、その、普通の服というか、 もうそれを買ってもいいんじゃないまあ、そのスーツはどういうシーンをイメージしてるかにもよるけどね。うん。けど、僕は買わないかな。僕であればね。まあ、僕ちょっとまあ、そのほら、会社勤めじゃないとか、そういう感じでね、人と違った生活をしてるから、ちょっとね、違うのかもしれないけど、僕であればスーツは、あの、全然いいかな。ちょっと置いとこうかなっていう。まあ、それがだから間違いなく着る機会があるんだったら、それより準備したいけどね。もう、年末にこういうパーティーがあって、絶対に着る。 だったら、いや、せっかくだしちょっといいの欲しいなとか思うけど、それはなく、なんか漠然と考えてるだけだったら、多分着る機会はない,い,いので、普通に服買ってる方が幸せなんじゃないかなって僕は思いますね。はい、次。次がオーラに長らく好きな自分からすると、そ最近の速感のノリマジでだるい悲しい。まあね、まあ、気持ちはわかる。まあ長くやっぱ、特にね、ああいうクリーンなブランドっていうのは結構こう、なんていうかな、 何て言うのこう、あんまりこう上下なくというかさ、ある程度こう、じわーっと来てたから、それが急激にこう、角度がついちゃうと、ちょっとね、前から好きな人たちは戸惑うというか、いやいやいや、何なんだよ、みたいになるのは、わかるけど、まあ、言っても、まだまだ小さいブランドだから、逆にいつでもね、いいものでも常に余ってて、いつでも買えるっていう状況、 まあよりも、まあ今のはちょっとやりすぎかもしれないけど、まあでも逆にそれぐらい売れて、ブランドにキャッシュがバーっと作れて、それでブランドの規模拡大したりとか、よりいいアイテムをね、来年作れるかもって考えれば、まあ今ちょっと我慢するのはいいんじゃない多分そんな長く続かないから。こういうブームってブワーっとなって、ブワーっと落ちてくから。もう今までのドメプラって全部そうでしょ一時期ブワーっと上がるのよ。でももう一年後ぐらいにはもう誰も見てないぐらいふわーっと下がっちゃうから、まあその時に支えてあげればいいんじゃないの本当のファンの人たちは。って僕は思う。 うけどね。これもしょうがない。今の時代の流れには逆らえないし、今こうやって SNS がある以上、いいものがどんどん、悪いものもどんどん拡散されるし、いいものもどんどん拡散されるから、それはしょうがないと思う。ので、まあ、ちょっとね、ちょっとの間、うん、まあ、あの、見守るぐらいでいいんじゃね。で、僕は思うよ。うこれもしょうがないことだと思います。まあ気持ちはすげえわかるけどな。特にね、オーラリーみたいなブランドだと、そんなにこう波立てずにやってきたのに急に、みたいな感じだからさ。それはわかるけど、 まあ、どうせそんなにすごい長くは、ここ、これが完売完売みたいなのが続くわけではないと思うので、そうなってから、うん、またでいいんじゃないはい、って思う。はい。じゃあそんなところで以上にしょ皆さん、明日。